こんばんは。すいません。1分遅刻でございます。はい。ですね。本日は、舌炎と口内炎の見分け方ということでですね、お話の方をさせていただきたいと思います。はい。早い。もう4人もいらっしゃいまして、ありがとうございます。皆さん、拍手ありがとうございます。若菜さん、1。はい。高校生献血さん、こんばんはです。はい、今日はですね、結構ですね、これあれですよね。意外とわかんないですよね。舌炎と、ベロですよね。舌と、ゆりなさん、こんばんはです。はい。れなさんも、こんばんはです。渡部さん、根竺物語ですね。根竺畑でフルーツと、取れないですよね。って感じですかね。はい。なんで歌ってんだろう。まあいいや。それでですね。今日は、舌炎と、口内炎の見分け方なんですけども、リンク貼らせていただきまして、これ実は今日の記事なんですね。7月29日のですね、記事でして、今年の2月にですね、タレントの堀ちえみさんが、舌がんでということで公表されて、今ですね、加療中ということなんですけれども、深見さん、こんばんはです。はい、ですね。それでですね、結構ですね、なんていうのかな、口内炎って皆さん結構こう思ってたりとかして、結構ね、いわゆる、これちょっとね、もう本当に一番ちょっと、行き過ぎちゃった例なんですけども、舌がん。そうですね、舌炎と口腔の、舌炎と口腔、禁忌の違い？禁忌？の違いとは？何でしょうね。きっとですね、それはですね、あれですね、舌炎ですね。キタン。キタンって言うんですね。おう、虹彩キタン。おうおうおう、舌炎と虹彩キタンの違いとは？すいませんね、もう字がごちゃごちゃになっちゃうとですね、人弁、あのね、これ、人弁じゃねえな。小人、小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 ですね。すら見えなくなるというですね、老眼です。ということで、メガネ外します。はい。ですね、本日なんですけど、舌炎、口内炎、で、舌がんとつながってくるんですけれども、これはですね、奈良県立医科大学の、桐田先生がですね、書かれた記事なんですけれども、ですね、口腔がんの中でもですね、最も多いのがですね、舌がん、ベロですね、ベロのがんなんですけども、大体がですね、おタバコを吸われている方が、最大の因子と考えられています。で、因子もですね、口腔がんの一つの因子なんですけども、最近ではですね、ちょっと分かってきたのが、ですね、HPV、といえば、ヒトパピローマウイルスですね。が、その口腔内に感染したりとか、それから、合わない、これは昔からですね、この後は、合わない義歯とかね、放置している虫歯、あと、不衛生なですね、口腔状態なども関与するという、いうふうになってますね。はい。インコ先生、こんばんは。アル中が立て続けに3匹来て、烈火のごとく、ぶ ち切れている インコです。こんばんは。こんばんはです。どうしたんですか、そんなに。アル中さん、だいぶ来ました、今夜は。それは、ぶち切れるというか、へこみませんか？ はい。ねえ、月曜日なのに。なんで月曜なのにそうなるかな。木曜とか金曜ならなんかわからなくもないですけどね。はい。そうですね。口内炎出た後2、3日後に熱が出るって。体調不良のサインみたい。そうなんですね。
まあ、そういうのも結構ありますよ。ね、実はその口内炎ってね、よく原因分かってないんですよ。口内炎ってビタミン不足とか、まあ、いろんなこと言われてますけど、究極を言ってしまうとですね、原因分かってないです。ただ、そのストレスであるとか、まあ、いろいろなね、原因があるとはね、一応言われてはいますね。ああ、口内炎できやすいんですね。私と一緒ですね。はい。全員の点滴に空気混ぜてやるかと思うぐらい。殺してどうする？インコ先生、落ち着いて。うん。ね。ダメですよ。空気混ぜちゃね。混ぜていいのは、何混ぜようか。あれ混ぜときますかね。俺もなんでそんな悪いこと考えてる。能面ですね。はい。無表情のオーダー。ねえ、月曜日なんかなですね。本当ですね。はい。でですね、まあ、こう、日経メディカルの、まあ、記事の方にもですね、まあ、こう、直接、こう、患者さんの、舌がどういう感じになってるかとかも書かれてますけれども、口内炎とですね、まあ、その舌炎の大きな違いっていうのはですね、まあ、大きく言っちゃうと、口内炎のがね、若干痛みがありますね。はい。インコ先生になっとる。ざわざわ、あらら。そうですね。そうですね。まだね、そうですよね。11時、まあ12時前ですからね。よかったですよね。日曜日飲みすぎって。すごいな、それ。日曜日飲みすぎ、やだな、そんな人。会社とか、職場とか来たらやだな。まあね。まあ、そうなんですよね。はい。で、まあね、まあ、口内炎っていうのは、まあ、皆さん知っての通りで、どう言ったらいいかな。まあ、こうちっちゃいポチッとこうできて、で、そこのところがこう白くなって、こうくぼんでるような状態。で、まあ、それが一つだったり、二つだったり、三つだったり。まあ、私みたいにここぐらいできてみたりとかする。まあ、そういうのの集合体がね、口内炎。まあ、その感じが口内炎なんですね。で、ですね。まあ、本日の図はですね、今日はちょっとですね、結構、まともに私、白収集しましたよ、今日は。ですね。はい。まあ、こんな感じでね。はい。まあ、口内炎ができやすい部位ということで、ちょっと全部入らないですけど、イラストで来ました。ね、はい。お酒はほどほどにしましょうですよね、ほんとね。まあね、口内炎もね、出やすくなりますからね。お酒はほどほどにと。インコ先生、まあ、患者さんに言っていただければ。お酒を飲みすぎるとね、いいことねえだよって、ね。そう。まあね、塩を塗ると口内炎の治療に効果的だそうです。なんかそんなことこの文章の中に書いてあった気がするな。ですね。頭さん、こんばんはです。そうですね。はい。で、まあ、ちょっとこれ、図ずれてますけども、ベロのね、裏側、舌の裏側ですね、にもできたりします。喉の奥、それから、まあ、歯間っていうとこですかね。歯肉と顎の間。歯肉っていうのか。で、それからですね、頬の粘膜。頬の内側ですね。それから、まあ、舌の表粘膜。だから、唇の、なんちゃうかな、裏側の粘膜ですね。ここ一番多分ここいいんじゃないですかね。唇の裏側の粘膜とかね。それから、舌の裏側がね、一番多いですよね。あ、口内炎はね、内科でいいですよ。まあ、口腔外科があればそこでもいいんですけど、口腔外科ある病院すごく珍しいんで、内科で大丈夫ですよ。はい。
あ、タマさんこんばんはって今、さっき言ったか。あー、ダメだ。もうなんかね、認知症がね、ちょっと進んでてね。で、そんな歳じゃねえよっていう。うん。ね。はい。ね。え？ん？インコ先生、すごいなぁ。その航空外科じゃなくてね、空飛びませんからね。はい。ですね。まあ、結構ね、痛みがね、実は、口内炎の方が痛いです。うん。で、絶縁の方がね、そうでもないというのはありますね。うん。まあ、ちょっと口内炎、先行きましょう。口内炎ね。はい。なりやすい人、アフター性口内炎と、まあ、これ普通に言います。はい。うん。で、まあね、一応まあ、こう、原因はですね、まあ、ストレスとかなんですけれども、まあね、だからまあ、正直言って原因はあんまりよくわかってないです。ただ、その体の中で、なんかこう、疲れたりとか、まあ、その、栄養のバランスが崩れによって、こうね、まあ、免疫のこう、作用がちょっとまあ、ずれる。うん。で、本来だからその、口腔内っていうのは、まあ、ね、体にその有益な雑菌と、それからまあ体の外から侵入してくる雑菌がですね、まあこういいバランスをとってるんですけども、そのバランスが崩れてというのもありますよね。うん。あ、そうですね。噛んじゃったりしてもね、口内炎になったりしますね。はい。で、まあ一般的なね、いわゆる口腔、アフター性口内炎というのがね、まあこの、写真のようなね、感じになります。はい。あ、ねえ、うん、裏側ね、救急車乗るほどのお酒ってのはすごいですよね。私、新宿のね、公園でね、まだ20代前半の頃ですかね、冬にですね、公園で寝ちゃいましてね、すごい、こう、優しいですね。路上生活の方が段ボールをかけていただいてですね。なんかもう、それからすごく仲良しでね。ね。もう、あれですよ。もう、お葬式にね、行ってしまうぐらい仲良しになっちゃったって話ありますけどね。そうですね。私が持ってるのは、あ、チキサール類、チキサルチンか。はい。でも今はもっと効く薬ありますね。うん、あります、あります。うん。うん。デキサルチン、ビタミン。効くかな？インコ先生、どうです？ビタミン効いてます？結構。私、あんまりね、一応気休めで出すんですけど、効いてんのかわかんない。うん。ビタミンね。ビタミン剤ね。そう。そうですね。唇は口内炎の粘膜の、そうですね。の方を間違える人多いですね。うんうん。多いです、多いです。はい。うん。そう。唾液ね、ね、方。うん。そうそう、の方ね。うん。間違える人多いですね。はい。あ、君、部屋干しの匂い臭いだね。こんばんは、です。さん、こんばんは。はい。おまじないですよね。インコ先生、やっぱりそうですよね。うん。優しさみたいなもんですよね。ビタミンってね。はい。ビタミンは優しさでできている。バファリンって、それバファリンだって。ビタミンじゃねえってな。あ、深見さん、コンティニュー声ありがとうございます。うん。バファリンでした。間違えました。はい。よろしく、口腔外科です。あ、はい。あ、そうですね。あ、口腔外科の先生なんですね。はい。よろしくお願いします。はい。まあもう、そうするとあれですよね。もう、専門領域ですからね、完全にね。もう私なんかと比べたらもう全然もう。うん、私、キャスをやるためにこれを勉強してきたって感じですからね。もう本当に。うん、で、ですね、まあちょっと行きましょうかね。うん、口内炎が痛くない。うん、絶縁口内炎。正しい見分け方ということでね。はい。あ、部屋干し臭いだねさん、どうもです。先生、どうもです。はい。うん。チャチャさん、もいでーす。はーい。うん。でですね、まあ、見分け方っていうか、まあ、見分け方というよりはですね、実はですね、結構、まあ、境目曖昧だなと思いながらも、明確に違います。はい。で、ですね、まあ、絶縁というのはね、
どういうものかというと、まずちょっとじゃあね、先にこの一覧表いっちゃいましょうか。まあ多分ね、部屋干し臭い先生は多分これも見たことあると思うし、ご存知だと思うんですけども。うん。あ、ケナログですね。あ、よく聞きます？私はね、ちょっといまいちかな。うん、お、いいですね。スピリアのキーボードを変えてコメント打ちやすくなって、あー、よかったですね。はい。デキサルチンがよく聞くってなんだべかって感じですね。確かに。そうですね。絶縁。ここに出てるのがですね、8種類あります。で、これそれぞれですね、原因が違うんですね。で、まあこう、あえてちょっと深くは触れませんけど、まあ、今日のですね、日経メディカルの記事の中に書かれてる、攪拌症とかですね、まあ、それから、まあ、そういったのもあります。はい。そうですね、はい、寝る前に塗るとかなりよく効くと。おうおう、私もこの辺お手上げですよね。2つ使ってもケナログ使ってももうダメダメダメで、アル中のバカを芝居と芝居できます。いってらっしゃい、インコ先生。はい、ちょっとですね、優しい言葉でお気を据えてあげるっていうのがね、やっぱり一番ね、いいと思いますんで、はい、ね、こうソフトな言葉でニコニコしながら、厳しい言葉を言ってあげるっていうのが一番効きますからね。はい、はい、いってらっしゃいです。はい、で、まあこの4種類ですね、まあ、詳しくはねこれ覚えないでいただいても大丈夫です。まあいろいろなね、まあ、感じた絶縁とか、まあ、いろいろ名前はあるんですけれども、まあ、それはね、まあ、覚えないでいただいても大丈夫です。はい、でですね、まあ、明確なね、見分け方というよりは、まあ、今日ね、ちょっと抑えておきたいなと思ったのが、いわゆる、ね、口内炎の裏側に隠れている、さっきちょっと私、舌がんなんて話しましたけども、口内炎のね、裏側に隠れているのって、舌がんだけじゃないんですね。そう。インコ先生にフォローしていただいてありがとう。インコ先生、あれですよね。豆ですよね。優しいですしね。はい。でですね、はい。ケナログ廃盤になっちゃってて、ケナログには 2g があったのに、他の5チューブを出さざるを得なくなったという。そうですね。なんか、あれ、そうですよね。そういえばそうか。でも私はケナログ出さないですよね。いつもアフタッチ。だってケナログどう塗ったらいいかわからないんですって結構言われちゃったりとかしちゃったり。アフタッチが多いですね。で、ですね、ここ、今、出てます。ですね、例えばですね、海洋とかですね、まあ確かにこの辺に 5g いらないですよね。余りますよね。海洋やビランがあるっていう場合、ですね。で、まあ、で再発を繰り返さない場合が、まあ、普通のアフター性の口内炎かなとかね、まあ、もしくはまあちょっとね、まあ、もしかするとこうベージェット病かなとか、まあ、こういうふうにね、伺ってきます。はい、あ、ナチさん、キャス君ありがとうございます。こんばんは、ナチさん、こんばんは。はい、ナチ君って言っちゃってる。ナチさん、こんばんは。はい、小麦さんですね。こんばんは。はい。口腔内、バーニャング、あ、ほう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 。舌がんか？頻繁に？耳鼻咽喉科や歯科？口腔外科に走ってしまいます。ケナログは？そうなんだ。オルテクサ、あ、なるほどね。そうだったんだ。なるほどね。ナチさん、こんばんはです。はい。あ、そうだったんですね。はい。ね、なんか鳥さんのアイコンがなんかこう、微妙にこう、小麦さんのね、イラスト結構可愛らしいの多いですよね。そうですね。患部をよく乾かしてから塗ると剥がれにくく効果的です。あ、そうなんですね。はい。オルテクサーです。あ、オルテクサーですね。はい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 。なるほどね。
はい。うん、まあ一応ですね、こういうふうにですね、まあまあウイルス性、発熱とかね、倦怠感を伴ってるとね、ウイルス性のね、口内炎なのかなとか、まああとですね、まあこするとね、白斑がね、こう取れる、まあ白いね、白いこう、まあ汚れが取れたりとか、拭える場合はですね、口腔感じた症、まあ感じた性口内炎なんて言い方しますけれども、だったりとかね、まあ感じたっていうのは、もともと自分の体の中にいますからね、そう。まあね、あと、そのね、白いのが除去できない場合は、さっき言った白斑症だったりとかですね。まあ、いろいろこういうふうにですね、こう、分けるようになってます。はい。あ、ティッシュで患部を拭いて、綿棒で塗る。あ、それいいかもしれないですね。はい。あ、コンティニューコインありがとうございます。はい。そうなんですよね。で、まあね、今日お話ししたかったのは、まあ、普通の口内炎は普通の口内炎で、それなりにすぐ治っちゃうんですよ。そう。そうですね。感じた膣炎っていうのは、もともと女性が膣の中にですね、まあ、飼ってるというか、まあ、あれですからね、共存してますからね。はい。まあ、人によってはね、例えば、抗生剤、ね、飲んだ時に、その体の中のバランス崩れますから、その抗生剤を飲むことで、感じた膣炎が、こう、悪化していくような人もいますんで、同じようにね、口腔内も、そういうことがあります。ね、抗菌剤が、かえって、荒らしてしまうってこともあるんですね。はい。だからまあそれもあるからね、本当はね、抗菌剤やたら使っちゃダメよっていうのはありますね。はい。そうですね。ヘルペスも1型2型でね、そうですね。はい、違いますね。はい。そうですね。普段は増えすぎないように、そうです、そうです。免疫がね、働いてくれているけど、ストレスや体調不良でバランスが崩れると発症する方が多いですね、と。そうですね。口内炎の原因がよくわからないっていうのは、そこにあります。だから、まあ一応ね、そのビタミン不足ってね、よく言われますけれども、じゃあビタミン剤出したところで治るかって言われたら、まあさっきのね、まあ私も思いますけど、まあ諸先生方のコメント通りだと思います。はい。決してそれが、直接作用してるっていうよりは、いわゆるね、教会でお祈りするような勢いだと思います。はい。おまじないみたいなね、そんな感じです。はい。治ってくれって感じですね。そう、口内炎気がつくとね、なってますよね。あります、あります。あ、そうなんですね。鳥さんも綿棒なんですね。はい。軟膏系は重宝しますね。あ、そうなんですね。私ね、軟膏系がかえって塗りにくいのかなと思って、聞いちゃうんですよね。患者さんに聞いちゃって、どっちがいいですかっていうと、まあ、ほぼほぼアフタッチになってる感じなんで。そう。ねえ。あ、かっか、こんばんはです。はい。結構ね、私も意外と、こう、口内炎は、見ますよ。あ、エルリン人や。エルリン人。そうですね。はい。そうですね。そう、唾液でね、流れるんでね、そうそうそう。アフターゾロン処方します。あ、そうなんですね。あ、やっぱそうですよね。あ、やっぱあれですよね。まあ、もう、専門医の先生ですからね。ちょっと私もちょっとそれ参考にさせていただきます。はい。それはちょっとなかったですね、頭の中に。アフターゾロンね。ああ、なるほど。はい。なんだかんだ結構あるんですよね。アフター系のね、薬ってね。はい。はい。ほんと。ああ、なんかね、ジャジャさんも嬉しそうにもコメントをね、もう長いのいっぱいこう、いただいてありがとうございます。はい。ね、確かに変な誤字もあれはあれで面白いんですけどね。はい。そうね。ビタミンじゃなくて、まあ、タンパク質もそうですね。まあ、いろいろね、原因はあると思うんですよ。はい。あ、インコ先生、お帰りです。早いですね。はい。おっと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 。はい。ですね。ですね。あとはですね。よいしょ。
よし。ですね。まあね。まあ、一般的にね。こんな感じですね。入ってるかな？入ってないな。まあ、粘膜がですね。あ、チャデさん、お茶ありがとうございます。はーい。そうですね。口の中とかはね、気になり始めるとね、ほんと気になりますよね。すごくね。ね、アフターゾーンいいですよね。全然私もこうなんか、今思いつきもしませんでした。あ、あったって感じでしたね。頭さん、お茶爆10、ありがとうございます。まあ、こういうふうにですね、まあ、炎症が赤くなって盛り上がったりとかですね、まあ、カタル性の口内炎、それから、まあ、炎症が続くと、粘膜の表面がただれてくるですね、糜爛性の口内炎。ただれた部分は、白くなります。ただれた部分がさらにですね、深くえぐられて、粘膜下組織にまで達すると、潰瘍性口内炎になりますっていうね、この1、2、3っていうふうにね、こう変化していくって感じですね。あ、レイナさん、コンティニューコインありがとうございます。まあ、5グラムいらないかもしれないですよね。確かにね。キャナログの5グラムなんでこんなでかいんやって確かに思いますね。あ、そうなんですね。口内炎の薬はキャナログしか使ったことないですね。一応私は大体そのチューブで塗るのがいいっていう患者さんには大体、ケナログで、貼るのがいいっていう人はアフタッチ。まあ、その2択ですね。大体それでやってますね。そう。まあ、潰瘍性、そうですね。口内炎痛そうですね。相当痛いですよ、これ。そう。あ、いやいや、まあ、そこまではね。そこまではいかないですよ。で、まあ、まあね、さっきのちょっとお話なんですけども、本当ね、口内炎はちょっと繰り返すようだと、絶対受診をしてほしいというのがありますね。繰り返さなければなんですけれども、まあね、まあ一応ね、口内炎がね、起こる仕組みっていうのはちょっとね、これ、ちょっと持ってきましたんでね、ちょっと、まず異常が起こります。使用は痛いっすよ。確かにあんなにたくさんいらないですよね。きよしさん、こんばんは。あれは量多いですよ、実際。5グラムは多い。いらない。わかるわかる。それはすっごいわかります。中間がないからしょうがないってとこですよね。多分ケナログのことをおっしゃってるんじゃないかと思うんですけどね。あ、使用は痛いだろうな。で、200の患者が全く大きかったので、ピンタを炸裂させたところ、少し覚醒して何すんねんと患者に言わせてしまったところを反省してまいりました。インコ先生 大丈夫 大丈夫だよね。ああ、よかった。本当ペチペチの愛情ですよね。そうね、ゾンビだ。あ、カレさん、こんばんはです。一応、これがですね、まあ、後ろのですね、まあ、笑っちゃって、あ、しゃべれないな。振り切ってきましたよ。ガハハ。あ、さすがですね。まあね、後ろの方がですね、まあ、口内炎が出現してくるまでのこう流れです。まあ、何か異常が起こる。炎症や痛みのもとが出てきます。で、まあ、その中にはですね、いろんなものがあります。ヒスタミンであるとか、プラスミンとかですね。それから痛みのもとであるブラジキソニンというのがですね、出てきます。で、炎症が起こります。で、糜爛状にただれます。で、そして、口内炎、潰瘍アフターですね、が出来上がりという感じになりますね。これが痛いんですよね。トンコインコ先生、よくわかんないけど、やる気満々だな。そうですね。で、ちょっとですね、まあ本題入ってきますけども、舌炎とそれから口内炎ね。これの、ちょっとね、
違い。うん、ね、まあ結局ね、その今もちょっとお話しましたけども、まあ境目はねないんですけど、絶縁って範囲がものすごく広くなるんですね。そうですね、うん、おや、日経メディカルの新着記事みたいな内容ね。いや、それまたまさにその通りですから、ね、今日の記事ですから、日経メディカルのね、はい、うん、そうです、はい、あれですね、目ざといですね、意外と知ってますね、はい、うん、そう、行いができると気になって無意識に歯とかね舌でじってしまいます。そうですね、私もそうですね、はい、うん、うん、ただね、まあそう、まあ詳しくは今日のそのね、本当に日経メディカルにも書いてありますけれども、まあ口内炎のね、やっぱりそのなんていうのかな、まあ口内炎からまあこう絶縁を見分けて、まあ絶縁からまあというか、まあ口内炎のその繰り返しからやっぱりそのあれですね、その舌がんを、うん、見ていくっていうのは非常に大事ですよね。はい、うん、うん、そうですね、その絶縁じゃないですよ、絶縁よってね、うん、まあその辺はね、まあちょっと医者の判断にはなるんですけど、とはいうものの、受診していただかないと判断も何もないですから、まずね、まあどういう症状ってここに書かれてますけれども、ね、うん、まず、口内炎は比較的治ります。そして、そんなにね短いサイクルで繰り返しません。うん、ただまあそれがね短いサイクルで繰り返してくるとなると、ちょっと何か他のですね、疾患を疑われるので、受診をしてほしいということ、それから、ね、口内炎になって、その胃を異常な長さ、うん、長さが異常に長い、例えば、それこそも1ヶ月とか2ヶ月とかなってて、うん、口内炎がずっと治ってない、うん、そういう場合もね、こうちょっとね、受診していただいた方が間違いないですね。結局ですね、まあ、その、なんていうのかな、口の中ですから、まず自分が見にくいので、うん、非常にね、こう、分かりにくいところなんですよ。こう鏡で、かんなかちゃって、かんなかちゃって、かんなかちゃって見るわけですから、うん、ちょっと分かりにくいところはあるんでね、その、痛みの続き方、うん、あとね、もう一つ、ちょっともっと怖いのがあって、口内炎的なものね、もしくは舌炎的なものができているのにもかかわらず、痛みがない。これ非常に怖いんで、必ずですね、受診をしていただきたいと。で、まあ、もうその場合はですね、まあ、内科医とか、まあ、本当、菌を受診していただいて、まあ、まあ、そちらから、まあ、もう紹介状をね、取っていただいて、まあ、専門的なですね、まあ、医療を受けるという方がいいと思います。はい。うん、で、まあね、ちょっともう一回さっきのね、この、なんと言いますか、これですね。うん。そう。何度も繰り返しできるっていうのがね、やはりまあ、アフター性口内炎とかペーチェット病なんですけども、ペーチェット病に関しては、まあ、なかなかね、うん、これ、うん、見つけにくいですけれども、意外とこれもすぐ、受診していただくと分かります。うん、で、あと、まあ、繰り返さないけど、患部が硬いとかね、うん、これがね、ちょっと一番怪しい、口腔が、うん、カタル性口内炎。うん、それから、まあ、あとはウイルス性の口内炎っていうのはね、またこれちょっとね、さっき言いました HPV とか、意外とね、口の中って、その人は心筋系の感染症だとか、それからね、クラミジア口腔炎、ね、咽頭炎とか、まあ意外とその、性感染症とすごくね、重複するとこがあります。うん。ですから、同じ粘膜なので、非常に同じ菌がね、うん、
まあ、なんていうのか、そこに浸着することがよくありますんで、それも含めてですね、受診、そうですね、していただいた方がよろしいですね。そうですね、はい、さっき書いていただいたことですね。はい。うん、そう、心筋系の感染症って国内でもあるんですか？ありますよ。うん、国内でも普通に、うん、ちょっとね、心筋はね、ややこしくて、口腔内で、沈着したりとか、それからまあね、肺にね、行ってしまったりとかすると、もうほんとめんどくさいですよ。うん、なかなかね、肺にね、心筋がこう、まあこう、なんていうのかな、まあ、お住まいになってしまうとですね、こう、なかなかですね、こう、ご退去願うのになかなかこう、大変なことになります。はい。まあ、咽頭もそうなんですけどね、なかなかね、こう、大変なんですよ。うん、粘膜系のところにはね、うん、心筋系、まあ、主にね、まあ、カンジダとかですけどね。まあ、あとはですね、エアコン。うん、この時期はまあもうエアコン回ってれっぱなしだからいいんですけど、カビの生えたエアコンの下にずっといたりするとですね、それを吸い込んでですね、それがずっとこう喉とか肺とかにこうね、お住まいになってしまうことがあります。はい、うん、それはあるので、ちょっとね、咳が止まらなくなったりとかですね、咳かな、初期症状は。もうちょっと、うん、そういうのはですね、あった場合はですね、やはり受診していただいた方がよろしいと思います。で、もうね、わからないときはね、とりあえず内科受診していただいて大丈夫です。うん、口腔のことに関しては、耳鼻科でも大丈夫ですしね。うん、はい。子供たちが慢性的な口内炎がひどくて、見てもらったら、両下の親知らずを抜くことになって、大変です。ああ、当たってたんですね。それはまずそれを解決してからちょっと様子見ですね。はい、うん、そう、自動クリーンついてるエアコンでも危ないです。いや、まああれはそんなことはないと思いますよ。うん、まあうちのもついてますけど、あれ、うん、結構綺麗ですよね。まあ中身よくわかんない、その中わかんないですけどね。うん、でも機能がついててもエアコンクリーニングはした方がいいですよ。うん、中わかんないですからね。うん、そう、うん、そう、親知らず当たって口内炎ってのは結構多いですよね。あと歯科矯正されてる時の口内炎、これも多いです。はい、うん、それはもう完全に物理的に当たっているので、まあ、そういう口内炎はね、病、なんていうのかな、病的なものはね、可能性はないですけども、うん、やはりですね、なんていうのかな、うん、親を知らず放置してるのあるなーって感じですね。うん、よだれクリーン付きエアコンいらん。よだれクリーン、アスペルギルス。ああ、そうですね。はい。アスペルギルスもな。ワックスは、ワックス貼り付けます。うん、なるほど。ああ、そういう方法ですね。ワックスを貼り付けると。はい。なるほどね。はい。で、自分は口内の噛み合わせが悪くて、よく舌の裏側を噛んでしまいます。なんか今日詰まるな。ありますね、よくね。はい。あ、矯正のブラケットは、あれよく、どうですかね。先生、よく当たってるのは私よく見ますけど、追跡の子とかで、まあ大体そうだな、10代の子とかで、よく見ますよね。矯正のブラケットが当たって、口内炎になってるのは、ワックスで保護なんですね。あー、なるほど、なるほど。そういう方法ばりなんですね。まあ、本来はあれですけどね、それね、あれですよね、口腔外科というか、まあ、本来その矯正してるね、まあ、矯正歯科医の方で本来はやるべきなんでしょうけどね。結構多いですよ、歯科矯正で、受診されててっていう、ね、患者多いですね、私のところはね。どうしても
どうしてもその歯並びがすごくっていうのを気にされる、まあ気にしますよね、それはね。うん、点多いですからね。はい。あ、親知らずまだ生えかけですということで。まあ、そうですね。まあ、私はあの親知らずが邪魔になって痛くて痛くてしょうがなくて抜いちゃっていう感じなんですけどね。うん、ズボズボ抜かれましたね、親知らずはね。かなり大人になってから出てきたんで痛かったっすよ。もう30ぐらいでしたね、確かね、出てきたのはね。あ、痛かったですわ。先生自分で抜くんですね。すげえ、うん、ちなみに私あの自分で自分にライン刺すのにすごい、あのあれです、あの5分ぐらいの決意が必要です。はい、うん、そうですね、6歳の、あ、はいはいはい、そばの2つの国々が親知らずですか。いや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 、違うじゃないかな。うん、どうですかね。うん、まさかの自分で、そう、まあね、私は全部抜きました。おお、素晴らしいですね。おお、あ、そうなんですね。はいはいはい、うーん、すごいなぁ。まあ、欧米人はね、歯並びを気にしているのか、矯正する人が多い気がしますね。うん、確かにね、まあ、欧米人もそうですけど、最近多いですよ、日本人も。あの、歯科矯正、すごい多いですよ。13歳ぐらいから、うん、でも、どうなんですかね、あの、先生、口腔外科の範囲から私の中での認識は、あの15歳ぐらい過ぎてからの方がいいんじゃないかなと思うんですよね。結局20歳になるに向かって戻っちゃうんじゃないかと思うんですけど、あれどうなんですかね、実際歯科矯正って。うーん、そう、矯正高いですしね。うーん、あ、トランプさんもね、歯並び綺麗ですよね、言われてみればね。うん、そうね、意外とあの人の笑顔ってね、綺麗ですよね。そう。あ、矯正は乳歯混合から始めます。ほう、あ、じゃあいいんですね。早い時期から始めてね。そうなんですね。あ、まあそうか、そうしないとあれか、生えてくる場所がっていうのがあるんだろうな。ほんとね、歯の領域になると途端にやっぱりあれですよね、わけわかんなくなるんですよね、私もね。そうね、隣に新しいのが生えてきて、それが親知らずとだと思っていたら、最近になってその脇に新しい歯が生えてきました。うん、そうですね、まあ、6歳、そうか。ね、そうなんですよね。後戻り多いんですよね、結構ね。だからどうなのかなってのを思っちゃうんですよね。だから1回あたりこう結構なお値段かかりますよね。やっぱ多分あれ自費ですから。だから聞かれるんですよね、実際のところね。まあ、申請時間に聞かれてもっていうのはあるんですけど。まあね、そう。まあ、まあ、歯科の先生とまあね、こう話したりとかするんですけども、ですね、まあ歯は本当大事ですからね。ああ、そうなのかな、大人になってからだと固定されて余計に時間がかかるんですかねって。まあ骨が硬いからということですね。ああ、なるほどね。大人になっちゃってからだとダメですよね、確かにね。そう、私だからその年齢的に、まあ、私の認識では、まあね、15歳ぐらいからやるのが本当はいいのかなと思ってたんですけどね、まあ、ちょっとね、認識ちょっと違ってたみたいですね。はい。そう、まあね、まあその永久歯がまあ揃ったか揃わないかぐらいのところがね。ああ、歯周病伴うので危険なんですね。ああ、なるほどね。ね、そうですね、確かにね。歯科矯正気になりますよね。
なるほどね。歯周病伴うので、まあ危険は危険。まあそっか。なるほどね。それはそうだよな。まあ、動かしますからね。いくらナチュラルとはいえね。確かに確かに。デビッド・ボーイは50近くになってから矯正したようです。笑顔の写真。まあね、それがなかったら食べていけないからなんで、まあ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 、まあそうですけど、はいはい。デビッド・ボーイは50近くになってから矯正ですか。はあ、そうなんですね。はい。まあ、そうですね。まあ、一応、ね、今日はまあ、なんかこれ出しておいた方がいいかな。まあ、こういうですね、まあ、先生はこれ絶対見てると思うんですけども、まあ、この8種類の、まあ、絶縁ですよね。芸能人はセラミックですね。いやー、お金持ちいいですね。舌の右サイドが、折れに触れてヒリヒリして赤くなり、その都度病院に来ました。金属アレルギー持ちで、ちょうど、なるほどね。当たる場所で保険内でいろいろ直しましたが、セラミックでしたね。セラミックですね。確かにね、そこ、まあ、確かにね、セラミックいいですよね。おセラミックいいぞな。そう、インプラント、まあ、どうなんすかね。まあ、ちょっとその辺はちょっと考えよう。なんかキャスやってたのなんかね、自分でこう考えようになってますけどね。時間は地獄ですね。麻酔効いてるとかゴル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 と聞こえてしまう。そうですね。なんかすごいすごいですよね、あれね。実際に私もものすごく離れ悪くて、やりたいなってのはまあちょっとまあ50前に迎えてしまったんでまあやらないですけどね。まあ娘とかいますんで、ちょっと考えてみるとですね。はい。まあ後ろ出てるのが絶縁ですね、これはね。はい。まあ、辛かったですよね、確かにね。まあ、歯科矯正もね、ほんとね、あれですよね、やらないとって感じではありますよね。はい。まあね、今日はね、まあ、絶縁と一応口内炎の見分け方なんですけども、絶縁はね、ちょっとこの後ろに出てる8枚の写真みたいに、こう全体的にですね、こう舌、いわゆるベロですね、がこう炎症を起こすものから、まあこう分かりやすいのもありますよね、一部、まあ、ちょっとあと分かりにくいのもあるんですけれども、まあこういう状態が舌炎ですね、でまあ口内炎っていうのはこうまあ、ごくこう一部のこう点とかがね、こうちょこちょこちょこっとこう集まってきてる感じ。つい私、この間、つい1ヶ月ぐらい前、この絶縁でしたけどね。もう辛かったですよ、薬師の絶縁でしたけどね。そんなのがありましてね。はい。という感じですかね。まあ、矯正の話はね、ちょっと、私もちょっと調べて、またちょっとキャスコ見たいですね、これね。ぜひですね。矯正は、確かに皆さん、興味あるところですからね。本当にね。そうなんですよ。私も、本当、歯並び悪くて、まあでも、ほとんどあれですからね、インプラントとかなってますからね、私もね。よいしょ。まあまあ、そんな感じですね。はい。まあ、はい。
まあ、そんなわけでね、今日は一応まあ舌炎と口内炎の違いで、まあ、舌がんにつながるのはまあどういうものかっていうちょっと話の方ですね、今日はまあ主軸にお話の方をさせていただきました。ですね、心因性のようなんですね。大丈夫と診断してほっとしました。あ、最近なんですね。あ、そうなんですね。確かにね。歯科矯正は高いけどな、やらんわけいかんからなっていうのが私の正直なところなんですよね。ただやっぱりね、こうあれなんですよね。どうしてもこう私の担当している患者さんたちっていうのはこう、まあ、私新生児科なので、まあそのまあ、通常よりもこうね、例えばその歯の入る速度とかが少しちょっと、まあ、ゆっくりだったりとか、まあ、あとそのね、歯の一つ一つの大きさが小さかったりとか大きかったりとか、すごくいろいろあるわけですよ。だからまあ当然まあその歯科矯正する運の以前にやっぱりまあもう一も総合なので、まあ歯科口腔外科がありますから、まあ、そちらの方にね、コンサルしてしまうんで、まあ、その後、まあ、こう、私もカルテを見るような感じなんですが、やはりね、ちょっとね、矯正、やっぱそれなりに早い方がいいみたいですね。この話を伺う感じだとですね。まあ、あと、まあ、当たる場合はワックスを使うっていうね、ああ、なるほどなと思いました。ここでも多いっすよね。歯科矯正で当たってて、まあ、口内炎、まあ、口腔、まあ、すっごい多いっすよね。本当、そうなんですよね。まあ、まあ、ケース、パターンはいろいろ様々ですけどね。まあ、多いな。あと、本当にまあ、ベジェットだったのもありますけどね。まあ、まあ、続く、繰り返す、それからね、痛みない、けどずっとある、これはね、受診しましょう。はい。まあ、入り口は内科でいいです。本当、口腔外科の先生がいらっしゃる病院というと、やっぱそこそこの病院なんですね。そこそこの規模の病院なので、なかなかないので、まあ、入り口は、そうですね。あ、ベジェット病今度やりましょうかね。そうしたらね。はい。ベジェット病はね、これがまたね、あれなんですよ。口腔外科領域とですね、血液内科領域なんですね。両方なんです。はい。結構ね、私もまあ、一応専門が循環器と血液と、先天性遺伝なんですね。なんで、まあ、いろいろとね、ありますよ。はい。結構、よく変態専門医って言われてますよね。選んでる専門領域が変態すぎるんでね、よく言われます。はい。別に変態じゃないですけどね。あ、そういえば今日そうですね、ボーイングの先生いませんね。ボーイング774型機の先生いらっしゃいませんね、今日ね。はい。そうですね。リエナさんね、不無ですよね。そうですね。堀ちえめさんの時は患者さんすごい増えたみたいですよね。はい。いや、もう来ねえよと言っても絶対来ますから大丈夫ですよ。もしかすると潜ってる可能性が非常に高いですからね。はい。そう、本当珍しいですよ。でもね、奈良先生来ないなんか曜日があるんですよね。ちょっとよくわからないんですけどね。あれは毎回言ってますよ。確かにもう来ねえよはね。あれ常に言ってます。はい。あ、そうなんですね。ベジュット持ちですね。この辺は出なかったけど。あ、陰部潰瘍ですね。あ、そっちでわかったんですね。はいはい。そうなんです。ベジェットはですね、
航空外科コンサルされてるケースも、航空外科の方からね、コンサルされてくるケースもありますし、まあ、様々なんですよね。そう、七井先生ね、いつも来ますけどね。当直かもしれないですよね、今日ね。確かにね。そうですね。そうですね、増えましたね。舌の乳頭がんだと思う方がね、増えましたね。増えました。確かに、すごく。基本的にはね、そんなにこうね、心配しなくて大丈夫なんですけどね。なんていうのかな。ね、先生ね、ここ微妙なんですよね。舌がんの、こう、まあ、診断基準って、まあ、今日記事にも出てましたけど、結構、こう、ちょっとね、私ら見てもちょっと難しいとこあるじゃないですか。だから、ね、その辺ね、こう結構むしろ、診断基準をこうパッと分かるようなものをね、こうやらね、知りたいのがありますよね。結構触れてみて、押してみてとかね。そう、どうしてもね、舌の乳頭はね、がんだと思われちゃうと結構ね、いろんな人がね、舌がんな、ね、舌がんの疑いになっちゃいますからね。そう。ああ、そうですね。まあ、それならそうですね。仕方ないって言えば仕方ないんですよ。本当その、診断が難しいのがさっきのペーチェット。結構難しめ。で、小林真央さんの時は乳腺外来が混み込みになりました、ブーム的な。まあ、むしろ乳腺外来はですね、もっと行ってほしいですね。乳がんの検診率低すぎます。そう、ちょっと乳がん検診低すぎるかな。あと子宮頸がん検診、子宮体がんの検診、ちょっと低すぎますね、検診率。そう、健康のね、気にするのはいいことですよ。いいことなんですけど、ただちょっとね、この舌に関してはね、心配しすぎると大変だよというところがあります。はい。そう、胸と子宮はどうしてもね、女性にとってはこうね、やはりこう、まあね、見せるの恥ずかしいところですから、なかなかね、こう足がね、運ばないっていうのはありますよね。神さんは、受けたということですね。そうですね、有名な方がね、病気になると関心が一気に高まりますよね。確かにね。そう、まあ、私の友人の北斗さんもね、病気、乳がんになられた時もね、結構ね、ありましたよね。あ、けがんはって、あ、さすがですね。はい、婦人科乳腺外来はね、コンスタントに通ってほしい。本当そうですよね。まあ、男性にも同じこと言えますよね。ちゃんと自分の性病検査ぐらいしろよとね、私言いたいですよ。そうね、自分のね、そういうね、性病の管理もできてないやつがね、チンコぶん回しちゃダメだよってね、私なんかは思いますけどね。はい。これはそういうとこだけはね、ダメなんですよね。譲れない人。まあそんな感じですね。はい。とはいえ、40歳以下で乳がん検診は生存率を上げるエビデンスがない。まあそうですね、だからまあ40歳以上に一応なってはいるんですけどね。そうね、レイナさんね、性病検査しない男性は本当多いですよね。保健所で無料で受けられますんでね、ある程度まではね。ただ全部受けようとするとやはりね、ちゃんと内科であるとか、まあ、泌尿器科、まあ、どこでもいいです。受けていただいて、はい。というふうになりますね。で、まあ、それがね、こう、ほら、結果としてね、ね、女性に移してしまうケースありますからね。やっぱその辺はね、きちんとね、責任持ちましょうね、皆さんね。はい。
そうですね、可能性出てきたらということでね。はい、残り30秒ですね。はい、池選手がね、白血病公表された際ですね、一気に増えましたけどね、あれ断られちゃうのが多くてね、ちょっと困ったことありましたね。そう、性病検査しましょう。皆さん、ちょっと勇気を出してね、ちょっとお金かかりますけども、やっぱ大切な人を守るためにはね、非常に大切なことです。はい、はい、そうですね、レナさんね、女性はありますね。おっと、1時間になっちゃいました。はい、じゃあですね、今日はですね、この辺で終了させていただきたいと思います。はい、皆さんすいません、ちょっとまとまりなかったですけど、ですね、もう来ねえよはやめてくださいね。コツティーバンクの登録が増えたことは本当にいいことですよね。はい、すいません、今夜もありがとうございました。お疲れ様です、皆さん。はい、すいません、ありがとうございました。先生もありがとうございました。はーい、ですね、はい、では終了になります。すいません、本日もご視聴ありがとうございました。失礼します。おやすみなさい。